皆様明けましておめでとうございます本日はガイタメドットコムのオンラインセミナー生中継だよ米雇用統計にご参加いただきましてありがとうございますセミナー開始に先立ちましてガイタメドットコムからのお知らせですガイタメドットコムでは口座解説キャッシュバックキャンペーンを実施しております対象期間中にガイカネクストネオで口座をご解説 条件を満たされた方へ深田京子さんの写真入りオリジナルクオカード500円分をプレゼントいたしますさらに5000ロット以上の新規取引で最大2万円キャッシュバックいたしますこちらは当社で初めて口座を開設するお客様がキャンペーンの対象となりますぜひご利用ください続きまして公表いただいておりますスプレッド縮小キャンペーンのご案内です期間限定でご覧の十通貨ペアのスプレッドを縮小いたします 近藤円が0.9銭、トルコリラ園が1.9銭と大変お取引しやすくなっております3月31日までの期間限定ですのでこの機会にぜひご利用くださいキャンペーンの詳細は外為タミノトコムホームページでご確認くださいそれでは大変お待たせいたしました生中継だよ米ーコン用統計スタートです皆様ま明けましておめでとうございます佐藤真理恵です えー、ガイタムトコム総研より生中継だよ米雇用統計をお届けしてまいりますさあ新しい年が始まりましたねえー、今年は犬年ということで、えー、相場の格言で言うと犬年は犬笑うということでまあねあの盛り上がるような楽しいような一年になるんではないかなと期待しております、えー、ちなみにトランプさんも犬年だそうですよ、はい、というわけで今年もどうぞよろしくお願いいたします えー、この番組ではですね、毎回アメリカの雇用統計について前回のおさらい、今回の見どころや発表直前のテクニカル分析などを交えながら発表時のポイントなどを皆様と一緒に探ってまいります。 えー、さらに皆様からのご質問にもできる限りお答えしていきたいと思います、えー、ご質問があります方は画面右側の質問タブをクリックしてお気軽にご入力ください、えー、フレッシュでご視聴の方はチャット可能なセミナー画面で見るへお進みいただきますか、えー、フレッシュへログインすることでコメントが可能です、えー、解説はガイタメコム総研の神田調査部長ですどうぞ今年もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますえー、今佐藤さんがあの 犬笑うって言ってましたけど、はい<笑>まあ、犬笑うっていうのは株式市場の、ねえー、格言だと言われてますけども、うん、あの犬年って為替市場で、まあ、ドル円相場がその変動相場制に移行してから、えー、過去3回しかないんですねでも過去、えー、その3回のうち 2>,、はい、え2年は1年間年間通してドル高円安になっている、うんあの。過去をね 40年、50年かけてこうずっと円高トレンドが続いてきた中でまあ3分の2の確率でドルが上昇している円が下落しているというのはちょっと珍しいケースかなとも思いますけどまあ株式市場と関係があるのかどうかは分かりませんがとりあえずそんなところで、はいはい、今日もよろしくお願いします。期待したいですねはい 本日はですね、著名な為替アナリストの深谷浩二さんをスタジオにお招きいたしまして、25分のミニセミナーを行っていただきます。今年の相場を読み解くポイントなどをお話ししていただきますので、お楽しみになさってください。その後、神田さんとともに、今回の市場予想の確認、そしてオンラインアンケートを行いまして、川端さんのテクニカル分析などを挟みながら、皆様からのご質問にお答えしてまいります。 えー、指標発表後には、えー、神田部長の内緒話のコーナーもありますのでこちらもお楽しみに、えー、なお番組の最後にはですねアンケートにご回答いただきました方に、えー、抽選で10名様に「がいため .com」特製のがいため手帳2018をプレゼントいたしますこちら大人気ですのでねこちらもお楽しみなさってください、えー、それでは早速本日のゲスト 深谷さんにご登場いただきましょう深谷さんこちらへどうぞ <laughs> よろしくお願いいたします今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願い,いします それではですねここで深谷さんのご紹介をさせていただきたいと思います深谷さんは84年に三菱銀行に入行95年からは為替アナリストとして活動を開始されましたその後大手外銀などでストラテジストで歴任され現在は株式会社 FPG 証券代表取締役でいらっしゃいますそんな20年以上為替相場を分析していらっしゃる深谷さんに今年の外貨投資についてお話しいただきたいと思います えー、それでは患者さんにはまた後ほど、はい、ご登場いただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ一旦失礼します。深谷さんよろしくお願いいたします。はい,い,い、はいえー。それでは早速ですね、えー、深谷さんにお話をしていただきましょう。はい。今年はズバリどのような年になりますでしょうか。そうですね。あのー、まあ基本的にはリスクが取れる年なんだろうなとは思いますね。はい。でただあの今足元でもそうなんですけど、まあ株はすごく堅調に動いてますけれども、ただドルが いいいまいちえないと、うん、まあこれ、なぜかというのをちょっと考えておくというのがあの一番こ,うこの先々、相場を見る上え、まあ、いろいろあのポジションを取る上では、ね、重要なななんじゃいいかなというふうには以前は、ね、結構株と連動していましたけれどもここのところ、そ,ね、その連動がうまくいっていないといいますか、はい、そうですね株高、ドル高円安とい,いう、ね、<ー>関係はあったんですけどねそれが今、ここのところはずっとむしろドル円相場が上がらない。 中でまあ株が強い、まあ、株が強くても上がらないという状態ですよね。はい、これの理由をちょっと考えておくのは一番こう、うん、なんでしょうかね、こう相場を、為替の方を見る上では重要なのかなというふうには思ってます、はい、はい、でまあ今年のポイントなんですが、まあ、あのおやっぱり今、足元で、まあ、ユーロ高が相当進んでますよね。うん でまあ、これがどこまで続くのかというところが1つあると思いますね、まあ、その反対側でドルが低迷しているわけなんですけど、これの持続力というところですよね、それからあとはまあドル金利先高がやっぱりドルの行方を見るのには、この先あ、やっぱり一番重要なところは、長期直近の動向ですかね、これを見ていかなきゃいけないなというふうに思います。はい、まあ利上げ難解だというところははね、まあ、あの意見は分かれてますが一応 F RBFMC の、ね、3回ということになっていますけど、まあ、私も3回かなと思いますが、うん、まあどっちかというと4回になる可能性の方があるのかなか結構2回か3回というふうにおっしゃっている方が多くがそうです、ね、ただ今、やっぱりこう景気の動きとかを見ていると、はい、むしろ上振れのリスクの方がこうが高いかなというふうには思っているんですけどもね。 あとはまあその、まあ、こう年初から、ね、本当に犬笑うで相当なペースで株高が、ね、こう進んでいるわけなんですけど <laughs>、はい、かなりリスク先行が強まっていると思うんですよね。といこの状況がただ、ね、やっぱり1年間続くわけではないとは思うんですよね。よねまあ基本的には別にその経済的に景気が悪くなるとかです、ね、そういうことはないとは思うんですが、まあ、相場としてちょっとなかなかそれが続かないんじゃないかなと。 とは思ってはいるんですが、あとはボラティティが低いですよね。うん、まあ、相場の。まあ、落ち着きというかね、はい、その状況で、まあ、まあ、なかなかその。ディールがやりにくいという環境でもあるんですが。まあ、そのアンケートで基本相場っていうのは続くのかどうか、あるいはもうそのリスク先行がね、今かなり強まってるんですけど。この状況どうなのかっていうところはね、見なきゃいけないかなというふうには思ってますね。まあ、あとはね、その。まあ、ちょっとご覧の見てましたけど。ドル円相場。あの。意外と。円高に見る。人も。 アナリストもいるんですよねその背景として日銀が、まあ、後半ですけどね年末にかけてやっぱりちょっと政策をいじくるんじゃないかという見方がありますよね。うん、まあ私はまあ私は可能性としては低いかなと思うんですがあ、まあ、ただ少なくとも年前半までは、ね、あのそれはないわけですから、まあ、そういう意味ではその円高になる目は、まあ、前半においては少なくともないのかなとは思ってはいますけどもね。はい あとはやっぱりその株に影響があるんですけど先進国の長期金利、まあ、今のところあんまり上がっていないですけどね、アメリカを中心にして、まあ、これがもし跳ね上がるようであるとまたちょっと相場が、まあ、株も含めてです、ね、あの荒れ相場になる可能性があるというところでその次の、まあ、言ってみればバブル的な要素ですね。かなり信用スプレッドといいますかその例えば、社債の利回りがもうかなり下がっているとか。 そういう状況がこう崩れないかどうかっていうのを見ておく必要があるあとは地政学的リスクですねこの辺はやっぱり引き続きテーマというか注意しなきゃいけないポイントにはなると思うんですけどね、はい、北朝鮮問題や中東うう、ね、そうですねはいで、まあ、ちょっとここからそのまあそれぞれのペアでこう材料をこう上下見てみたいんですけどこちらがまあドル円相場、まあ、下にあるものは支えるもの、はい、上にあるものはまあ押し下げるもの なんですが、うん、どうでしょうかね、あの、コロナ禍で確実なものというのはやっぱりアメリカの経済の堅調さ。まあ、これはまあまあ確実なのかな。から、利上げの継続、バランスシート縮小もね、まあこれをまあまあ、あの、かなり今年に関しては、あの、確かなこととして継続するのかなと思いますよね。で、一方でまあ、アメリカの株高ですけれども、 まあこれはま,あまだそこそこ減税もあるので行、ねまあ、くとは思うんですがこれはやっぱり先ほどお話ししたとおり年間通じていくかどうかはちょっとクエスチョンマークな部分も若干あると、うん、あとはまあそのアメリカの直金ですねこれ、かっをつけてしまってるんですけど直近にながらか上がってくれない、はい、これはやっぱりまあ足元ドル円相場を抑えてしまってる理由の一つでしょうね。これが一番の理由といっても んではないい、ね、そうすすね、はい、だと思いますあとはその上から抑えるものはこれはまあ、あのー、この中でやっぱり続きそうなものとしてやっぱり低インフレ継続なんでしょうかねこれが、あのーまあ、直近には上がらない要因の一つでもあるわけなんですけどあとのものはその政局公明、まあ、これ中間選挙もありますしねもちろん地政学的リスクもあるんですがこの辺というのはなかなかこう予想がつかないというか不確か、うん なものですね発生すれば、まあ、これ円高ドル安要因なんですけど、まあ、ただ発生するかどうかがわからないようなものと、うん、いうことで、まあ、どちらかというとこれ下のものの方が確かさ度合いでいくと分があるのかなとは思ってましてまあドル安とかそういう意味では今年全般を見ればやっぱりこう底堅いという状況は変わらないのかな、うん、まあやっぱり110円は割らないでこういくんじゃないかなとは思ってますよね。うん、はい まあ下げる局面、まあ、上の,この材料があの落ち下げる局面もあるかもしれませんけど、まあ、そこはやっぱり買い場になってくるのかなという,ようなふうに見てますけどねなどちなみにその上値の目処というのは、はい、どのように考えていらっしゃるんですかそうですねこれがですねいやまあ120円という見方もあるんですが、はい、なかなか120円はやっぱり苦しいのかなとまあ去年がねやっぱりあ,あまりあの値幅がなかったですけどもね、うん、同じような相場付きになって まあ110円は割らずでも120円に届かずっていうようなそういう相場になるんじゃないかと思なか、ねはい、なかなかやっぱりトランプラリーの時のようなダイナミックな相場はちょっと期待できないといった感じでしょうかね。大きなその政策変更あるいは期待感がこう盛り上がるとかね、はい、いうことがなかなかないのでうまあこう突発的なリスクっていうのはまあいずれもこう。 ダウンサイドリスクのほうが大きい円高、まあ、サイドの方リスクが大きいんですけどもね、はい、とはいってもやっぱり金利が支えてくれると思うのであ<ー>まあそれで景気が崩れさえしなければ、まあ、ドル円相場はまあ下値は固くてということになるんじゃないかなと思いますねちょっとね、はい、今強いユーロなんですけどもね、うん、これもその、まあ、確かなものとしては欧州の景気はしっかりですね ECB の 量的緩和縮小終了もまあこれも確かなのかなというところなんですがまあ一方で、一つこうなんでしょうね心配の種というかユーロを押し下げる材料としてはやっぱ積み上がったポジションですかねユーロ買いもかなり積み上がっているのでこれがどうなのかなというところはやっぱり気になるところですね。あとととはそのうんまあアメリカとののいでいうとかなりその アメリカの金利が上がっているにもかかわらずこれだけユーロドルがユーロ高にいっている、まあ、1.2台でどんどんユーロを買っていけるのかというところはやっぱりこれはちょっとこの先最大の注目点ではあるんですけど、ね、私はなかなかこれもうそろそろユーロも息切れするんじゃないかなと,、まあ、ちょっとこれはまた後で話しますが株高との兼ね合いもあると思うんですけどね株が強い間はなかなかこうユーロ高も止まりにくいかなと。 あるいはその両手緩和縮小は、ねまあ終了が9月予定されているのでそこまではなんか持ってしまう可能性もその近くまではあるんですけどもただ、それもレベルが、ね、もうかなり1.2台いいとこまで来ているのでうん、まあ、どこかで止まるんじゃないのかなという目では見てますけどもねこれはまあアメリカの金利 どうこうですね、失業率 C です、CPI、はい、CPI がなかなか、ね、あの上がらないので、まあ、こう利上げもどんどんあの実施はされないというのはこの局面ですけど、うんまあ、とは言っても、先ほどの話の4回ぐらいは利上げするので、まあ、少なくともあのドル安になるような材料ではない、うん、ということですよね。で、欧州もこの、ねまあ、量的緩和、9月に一応終了と。 はいうう予定だと思うんですけど、まあ、確かに物価は結構上がってるんでね、えーまあ、確実に今は料定感は終わりっていうことなんですが、まあ、やっぱり利上げに関して言うと少なくともドラギさんの話を聞くとまだだいぶ先なのかなというふうに思うので、うんえー、ちょっとねユーロ高がややその辺を先取りというか、うん、まあ前のびりにかなり動いてるのかなという気はしますけどもね。うんはい ちょっとね、ドルがなかなか動かない分、うん、こちらの方に資金が流入しているというところがありますよね,そうですね結局今、今、まあ、いろんな通貨に対してはドルが弱いですよね、ユーロがまあ一番の筆頭なんですユーロ高ドル安で、ねうん、動いてますけど、まあ,あの後でちょっとでお話しします新興国通貨も、ね、かなりドルに対しても買われてる、はいる、まあ、5ドルも今、買われていますね、しっかりとしているということもあって。 まあそういう意味ではその何でしょうかね。まあ本当はドルが金利が高いのでね、強くておかしくはないんですが、うんうん、まあ他の通貨にこうお金が流れてるというか、まあ買いが回ってるという、うん、そういう状況かと思いますけどね。はい、はい。まあ日銀はまあやっぱり物価がまああまり上がってないですからね。うん、うん。まあ長期金利の目標をいじくるかと言われていますけど、まあどうでしょうかねっていうところですね。少なくとも年間変はそれはないので。 まあ、あ同じく年前半はまあ円高の目はあ基本的にはまあ政策面では起こりようはないかなというふうに思ってますけどね。あ<ー>はい、で、まあ、やっぱりこう金利はね着実にドル金利上がってきてるのでねこれに逆行してなかなかこうドル安円高にいくというのは、まあ、なかなか難しいのかなと思いますね。特にまああの 日米の間の金融政策のギャップっていうのは一番開いてますんでね、まあ、日米王と、うん、三通貨比べるとですねなのでまあなかなかこう110円終わってどんどんドル安円高っていうのはやっぱりこの環境では難しいかなと思いますよね、うん、はいで一番今のところ相関が高いのが、はい、あのドル円相ソバの場合は アメリカの10年祭の年金利なんですよねかなりこれを見るときれいに連動していますねそうですね、はいで、やはり去年はあのこの10年債の利回りがほとんど上がらなかった、はい、まあ横ばいでしたのでね、まあ、このためにやっぱりドルー相場も,も頭を押さえられてしまったというのが、まあ、あのこう最終的な形にはなるんですけどもね。はいで この図をちょっと見ていただくとその青い点線がこう上の方に横に引いてあるんですがこれは FF 金利の長期見通し2.75%、まあ、これは FOMC であの経済見通し金、まあ、利見通しあの出席メンバーの,、ね、あの見通しが出てますけども、はい、長期的なその FF 金利は2.75なんだとその安定的にそのあの長期間そのニュートラルだと言える水準が。 あのそういうふうに言っていふにるわけですね、はい、それから、まあ、今回のこう今利上げをこうゆっくりゆっくりやってるんですけどこのピークがいくらかというと、まあ、3%、まあ、その前は2.75ぐらいだったんですけどこの間ちょっとね引き上げられて3%になりましたけど、まあ、その辺りが今回の利上げのピークだというふうに、うん、まあ言ってるわけなんですね。そうするとあのこの点線、まあ、長期見通しのところ2.75するここがその10年金利の、はい 天井に。やっぱなってしまうんですよね。そう考えると、ドル円もこの点線の百十九円あたりが。がそうですね。だから百二十円手前っていうことになってしまいますよね。えー、じゃあ。あるいはそのじゃあ、三パーセントまでいくとして、百二十円超えまで。いくかということにもなるんですけど。うん、まあ、結局百二十円でのドルを買う人は、やっぱり百二十。ね、三円、五円。 行くと思わわななきゃ買わないですから、ね、そうですね、はい、そういう意味でやっぱりこの点線あたりが、うん、まあちょっとこうピークになるんじゃないかななかなか120円の壁っていうのはまあそんなに遠くはないんですけどねまあちょっとこう重たいのかなという感じでは見てるんですけどね。うんはい じゃあ当面の見通しとしてはここを目指す展開という感じでしょうか。1年を通しては、まあ、あのこの点線のあたりを目指していくんだろうなというふうに思うんですけどなかなかこうしばらくの間というのは、うん、ドルが上がりにくい状況というのもかもしれないちょっとここが重しになっているそう、ね、ということですね。 強いですよねこの間よくあの適温相場、まあ、さっきポイントにも書いたんですけど、うん、と言われてますけどねあの景気は比較的しっかりしている過、まあ、熱もなくて、うんでまあ、インフレにもならない程度、うん、おなので利上げもそんなにこう数回にわたってこうや,らやらないという状態で金利の先高感もそんなに強まらないという状況ですよね。うん まあそういう環境なんでまあ株はしっかりだということなんですけど、まあそういう意味でその景気状況金利動向はまあ適温なんですけど、うん、逆にこう相場の方はまあ適温だということをいいことにかなりあの突っ走っている感じだと思いますね。リスク先行がその相場の環まあ環境がですねその実際の経済の環境よりもかなりこうリスク 先行に傾いてるっていうのはまあここ最近なのかなと思いますね、うん。あとまた円安になるとトランプさんからの牽制発言が、うん、来るのではないかといったそういった恐れもあります。そうですね。ドルに関してはやっぱりあのトランプ政策の、はい、まあそのおまあ懸念というか、ねうん、それもあるでしょうね。ドルの頭を押さえているのは。うん、ただやっぱりこう今はこう、うん 株高ですよねそれがまあリスクのあるものがどんどん買われていくそっちのお金が入っていく、まあ、為替の世界でも結局リスクのある通貨が買われていく、うん、まあドルは金利が高いんで、まあ、本来買われてもいいんですけどみんなあんまり金利は実は気にしてない、はい、あの値上がりするものにどんどんお金を流し込んでるっていう状態、うん、まあ最低のものはあのビットコインかもしれなですし、ね、金利ついてないですからね、はい、あれもね まあそういう意味では株がこれだけ強い状況が続いている間というのはあまりこう金利が気にされない、うん、まあということは逆に言うとまドルがあまり変われないまあそこがたいとは思うんですけどいう状況ですかねえもちろん円はあのそういう環境では弱いのでまあ円高になることはないと思、はいます。 まあ一方でそのじゃあ円が弱い中でじゃあ何が強いかというと、うん、必ずしもドルではないという環境になってしまっているのが足元でしょうね逆に言うと、うん、まあ先々を考えれば、まあ、ドルは、まあ、チャンスかもしれないですよね、はい、まあこういうレベル112円台、うん、あるいは111円とかにまあ落ちることがあればですね、うん、まあそういうふうには見てますけどね。はい、はい まあ、そうななんんですよですす、ね、ユーロなんですよね、はい、で問題はユーロなんですけど、まあ、見ていただくとおり、まあ金利差はどん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 ドル有利な方向、うん、1.0でもおかしくないような形に動いているんですが逆行してユーロは強い、はい、まあこれはやっぱりそのお、まあ、アフリカが金融政策を変更しましたで欧州も変更しましたというところのあとのから変更したユーロのところにまあこう着目が移ってユーロが買われていると。 いうことだとだ思うんですけどもねうんただあの金利差だけを見ればまあなんでユーロをこの1.2からどんどん買っていくのかという状況でもあるんですね、うん、なのでまあこれはじゃあどっかで止まるかなというふうには思うすやっぱりこれ先ほど話した通り株高の勢いが鈍ったところでこれも止まるのかなと、はい、基本的にはなのでまあ,あのむしろ株が止まるとまあユーロが止まる というふうに見ておいたらいいのかなと思いますポジション、まあ、シカゴの、ね、通貨先物のポジションでかなりユーロロングが積み上がった状態ですからねこのまま行けばいいですけどキャリーがやっぱユーロはただ、もってでもあのネガティブですからね、うん、マイナスなので金利が、まあ、そういう意味ではキャリーする理由がなかなか。 ないのでそうですねショートの方が優位ですよね、うん、なのでまあスワップポイント的にもやっぱりこれなかなか変える通貨ではないと思うのでまあ,逆あのこうトレンドが止まればまあこうひっくり返る、まあ、あの卵が先か鶏が先かって話になるんですけど <laughs>、まあ、そういう状況にあるのかなと思いますね まあ一方でまあドルはまああの今ほとんどニュートラルですかねまあ7通貨に対して合計のポジションを見てみるとまあほとんど買われてない状態なんですよね、うん、一時期はもうあの売りこちになったぐらいでやっとあの中立に戻ってきたぐらいのところなので、はい、まあそういう意味ではドルに関してはポジション的にやっぱり買い余力はまあ,あるのかなと。 いいうふうふに思いますねだ今足元ではその株高であったりかなりその適温相場を超えた過剰なまあリスク先行相場にちょっとなっているのでドルはある意味こう置いてきぼりになっていると思うんですけど逆にそれがこうなんうかね適温相場にもしろん戻ればまあドルが買われるということにはなってくるんじゃないかと ちなみにですね、そのドル、ユーロ以外の,、はい、あの注目の通貨などはございますか。そうですね。とりあえずはやっぱりそのゴードルとか、はい、あのまあ今ね、ちょっとランドも結構買われて、まあ南米派からランドですね、うん、買われてるんですけど、まあ、このあたりの通貨もまあ当面はというかあの条件付きなんですよね。はい、悪くはないのかなとは思いますね。うんはい、あのまあ資源価格はし しっかりはしてますし、まあ、その背景はね、あの、世界経済が堅調であったり。まあ、中国経済が安定しているということもありますしね。あとは、まあ、株がかなり、まあ、堅調ですよね。リスク先行な状況。まあ、こういう環境である限りは。まあ、やっぱり、これらの通貨っていうのは。強いと思うんですよね。で、まあ、あの、そういう意味で、逆に。こういった条件が。あの、狂ってくると。まあ、やっぱり、こう調整。に。 なりやすいのでまあ今は足元はいいんですけど、まあ、ちょっとよりこう慎重に材料を見ながらということにはなると思うんですけどねこの中で、はい、あのそうですね崩れやすい崩れる可能性があるのはやっぱリスク先行が今かなり強いのでそこは弱まる可能性はあるあのリスク回避まではいかないと思うんですけども弱まる可能性はあるというところですかねあとはその仮に長期金利が上がるとやっぱそれにも 弱いので、こういった通貨は、それには注意をしなきゃいけないかなと思いますね。で、あとは、まあ、地政学的リスクはね、これはもう、あの、予測は可能なので。はいでね、はい、まあ、これは毎度のことながら、何かのずつ円高に振れるのでね。まあ、あの、ただ、その時に、あの、下の条件ですね。まあ、世界経済の堅調さであったり。あの、資源価格の堅調さであったり、っていうところは崩れなければ。あ,あ、まあ、あの。 大きくここのの辺の通貨が下落することもまあこれらの通貨とやっぱりドルとの,そのお今ドルが弱くてこれらの通貨は強いので逆に言うとこれらの通貨が弱くなる時きはドルが逆に強いっていうことになると思いますね、うん、あのおそらく円が弱い状況というのはこの下の条件が大崩れしない限りはあの円高にはならないので、うん、まあドルとこれらの通貨まあこう。 どっちかが強い状態、円に対して、はい、っていうように見ておいていただければ仮に何かのきっかけでこうあの大崩れがあると、またドルの方に戻ってくるてう、ねはい、そうですねその時にはおそらくあの決定的なリスク回避にならない限りはむしろ今度はドルが強くなる、ドル円がこうしっかりということになるのかな、はい、とは思いますけどね。はい そういう意味では、今、足元では結構、堅調なんですよね、これがやっぱりこう株高の勢いとともに、まあ、どこまで続くのかっていうところですかね、うん、出だしはまあいいんですけどね、まあ、どこかしらでそういう意味では、これがドルに,にバトンタッチする可能性があるかなというところだと思いますけどもね。はいはい ちなあの中国は今こう指法を見る限りまあまあ景気はしっかりはしているかなと、はい、でまあ金融的にはちょっと引き締め気味に回っているので、うん、まあこれがどうなるかというところはあるんですけどもねただそのお、まあ、景気を崩すことはまあないでしょうしこのところを見てるとその人民元 についてそのどちらかというと、まあ、あの政府の方針も、イジーが人民元安を放置してましたけど、はいまあ、それを止めている状態むしろ、自民元が戻ってきている状態なのでそういう意味ではあんまり心配しなくてもいいのかなとは思っているんですけどね中国の景気がしっかりしていれば資源価格も崩れないので、はいえー、そういう意味で先ほどの,その資源国通貨 ですかねまあるいは新興国全般なんですけども、うん、ここも、まあ、あの維持されるという意味で、まあ、中国の動向という、まあ、景気の動向これはやっぱりあの資源国通貨、新興国通貨でポジションを取るには重要でしょう、ね<ー>はい。その資源国通貨との関係性があ,あるということですねそうで,すねでやっぱり中国の景気が持ち直しているということでこれはあの実は石炭の価格国際価格。 とあの5ドルの対,対,ドル相場です対米ドルでの5ドルの相場ですけどやっぱり資源価格が弱いと5ドルも弱いですし、うん、まあかなり今資源価格を持ち直してる、まあ、石炭は、まあ、あのオーストラリアの最大の輸出う品目なんですけどね、まあ、こういう形になってきてるのでこの状況が続く限りは、まあ、あの5ドルも、まあ、ある意味これでは支えられるということになると。うん ですけどね、なるほどはい、はい、あとはまあそのおし新興国に対する資金の流入でしょうかね、うん、これはあのブラジルの例ですけどやっぱりかなり去年に関してはまあその前からですけど株高はい株にかなりお金が入ってきてるでまあそういう意味でそのお通貨の方もね、まあ、買われているわけですけどねまあただ株価が相当買われてる割にはまあ やっぱりアメリカの金利は、ね、あの上がっている分通貨高も抑制はされていますけど、まあ、一つやっぱりこう今の,そのグローバルな株高、まあ、リスク先行ですよね、はい、この流れの中で新興国にお金がこう入っていくという流れが、まあ、今年まだまだ続くのかどうかというところになるんですけどもね、うん、まあこれやっぱりアメリカの株が止まると、うん、まあこういった動きも止まってくるので、うん、まあ新興国通貨に関しては、まあ、グローバルな株がどうこう まあこれはやっぱ引き続き、特に米国株ですかね、はい、まあ見ていかなきゃいけない、なので変な話なんですけど、米国株が上がると、新興国通貨であったり、まあ、新興国通貨であったりが対、うん、ドルで変われる、だからドルが弱くなるという、はい、なので株高でもこうなかなかドル高にならない、むしろドルが弱いというのが今の状況じゃないですかね。うん、そううですねちょっとこうアンンバランスなようなよ状況が、はい そうですね。はい、だからむしろ株の勢いが、まあ、あの今かなりハイペースですけど、はい、まあこれがむしろあの穏やかなペースになった方がドルが上がりやすいと、うん、日経平均ももしかしたら今かなり勢いよく上がってるんですがこれがまあ安定した方がドル円のが上がりやすいということになるかもしれないですね。もしかしかたら。はい 日経、ね、平均22年ぶりのロケットスタートということでそのあたりとの、ね、連動性がそうです、ね、どのようになっていくのかっていうのは注目ですよね、はいえーまあ、基本的にドル円の場合はやはりその金利の影響大きいと思うんですけどもね、はい、ただドルということをたき取ってみると株が勢いよすぎるとあまりドル高にならないということがあるので、はいはい、そこは。こう なんうかね、こうイメージとのギャップがこう出てくるので、うんまあ、ただ、むしろ今はそういう意味ではドルが上がっていないので、まあ、チャンスといえばチャンスなのかなというふうにはそして、えー、とスプレッドの,あの縮小についてのお話ですねそうですね、はい、あと、まああの、気をつけなきゃいけないところというのはやっぱりその今あの、冒頭でも信用スプレッドの縮小、まあ、かなり何でしょうねその 上乗せ金利とかどん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 、はい、あの縮まってきてしまっているんですよねまあリスクのあるところにどんどんお金が流れていくので結局リスクに見合った利回りでなくなっているという状況が今ですね、はい、であとはまあその、まあ、ビックスインデックスというのはこれは株価の予想変動率ですけどもねやっぱりかなりこう安定相場が想定されているというかまあみんなこう あれ相場にならないやと高を食っているところもあるということなので、うんえー、まあ何らかのそのおこう信用スプレッドの拡大とかですね、あるいは株価の急変動っていうことがあると、こう、まあ、一気にこうリスク回避の方に動く可能性があるので、まあこ,こは引き続き要注意でしょうかね。はい、はい。まあそのきっかけとしてやっぱりその地政学的リスク等が発生した場合は、うん、まあ。 あるいは信用スプレッドにも影響が出てくることがあるので、はい、まあそこは引き続き要注意で根底の,その景気等々が崩れない限りはまあまあ総じてリスク先行は維持されるとみて、うん、まあおしめ買いということでしょうかね、はい、でいいと思うんですけどね、はいえー、まあまあそこはちょっとその今後まあ,あの要注意する要注意の場面もあるかもしれない と、はい、いううころでしょうかね、まあ、至る所にあるチャンスにどうにかこう乗っていって、うん、そうですね、はい、その小動きに対応していくとっ,ったところですかねそういう意味ではその停留の部分では、まあ、安心していい状況は今年いっぱい続くのかなというふうに思いますが、はい、今、足元でこうかなり盛り上がってきているこのリスクテイク、えーえー、相場についていくかどうかは、はい、まあちょっと半身の方がいいかもしれない。 逆に言うとドルが今、なかなか上がらないですけども、はい、むしろ後々まあドルが上がるチャンスもあるのかなというように見てまいますけどねああ様子を見ながらチャンスを狙っていくとですね、まあ、基本的にはあの円から見ればおしめがいるんじゃないかと思いますけどね、はい、なるほど、はい、分かりました、えー、深谷さんにはです、ね、また後ほど、えー、この雇用統計について今度はお話しいただきますので、はい、はいどうもありがとうございました。 えー、それではですね、えー、神田さんにまた戻っていただきましていつものようにですね、前回の雇用統計とドル円相場から振り返ってまいりたいと思います、えー、ではこちらをご覧ください、はいえー、前回はですね、失業率が4.1%で予想通りの結果そして非農業部門雇用者数が22.8万人と予想を上回りました。 えー、神田さん、この結果について、市場の受け取り方とドル円の動きはどうだったでしょうかはい、はい、神田です、戻りました、よろしくお願いしますそうですね、えー、アメリカ雇用統計はやっぱりその焦点の平均時給が予想を下回ってしまいました、まあ、あ一時はですね発表直後はやっぱりその2018年の今年のですね利上げのペースが少し緩むんじゃないかと、こういう見方が浮上して、えー、ドル円が一 まずはこういう形で売られるという展開になりました、はい、ただです、ね、それでも雇用者数はしっかり伸びてましたし、うん、平均時期もその伸びが鈍ったとはいえ伸びていましたので、はい、12月の利上げに対しては影響を与えないだろうとこういう見方があって切り返すという形です。 そして、えーまあ、そんな中で株価もおニューヨークダウンの方も上昇してきたということでほぼもう,そうです、ね、2時間後ぐらいには下げ幅を全部取り戻すという形で反発して、まあ、結局、ういう時発表前の水準を回復して、えー、取引終了と、はい、こういう格好でしたよ、ね。はい えー、そして今回の市場予想値をご案内する前に、はいはい、先行指標を、ねえー、まずは、はい、確認していきましょうか、はいえーとまあ、これが12月のおアメリカの雇用関連の指標ということなんですが、はいえー、まだね、ISM の非製造業、おこちらがあ今晩、このアメリカの、ねはい、雇用統計のあとに発表になりますので、まだ発表になってないんですが、それ以外の欲しいもの。はい 並べてみました ISM の製造業の方の雇用指数はです、ね、11月からちょっと低下してしまったというような状況です、うんえー、ただ、低下したとは言っても57.0ですから水準的にはかなり高い水準を維持していますそれほど心配するほどの中ではないのかなという感じですねで、えー、もう一つやっぱりじゅ新規失業保険の申請件数これは結構重要だと私は思ってるんですけど、はい 雇用統計、今回の12月の雇用統計を調査した週のこの失業保険の申請件数っていうのは、11月からちょっと増加してしまった、つまり悪化してしまったんですけど、これをよりこう、ならしたです、ね、4週間の平均にならしたものは、23万6千件ということで、うん、つい23万件台に突入してきました。 まあこれは11月よりも減少しているつまり改善しているという状況です、はい、むしろどっちかというとアメリカの雇用情勢は引き続き改善しているなという印象の内容ですよね、うん、で昨日出ました発表になりました ADP の全国雇用者数は25万人増ということですからこれも昨年の3月以来の、はい、高い伸び そうですねかなり強い数字です,よね,そうですね、11月の18万5000人から比べると、6万5000人ほど増加幅が増えているということですから、はい、まあこれも今日の雇用統計には期待できるかなと思う反面ですね、はい、まあ,あくまでも、あのー、これは雇用者数に関するところなので、<laughs> はい、失業率とか雇用者数はそれなりに良さそうなんですが、あはい、あの平均賃金のところが、平均時給のところがどうなるか。 ア、まあ、マーケットはね、えー、前回も同じでしたけど先月もやはりその,その前の月もそうでしたし、はい、この平均時給のところに注目してますんで、まあ、そこがどうなるかっていうのがね,そうですねな何ともという感じですかね、はい、そして今回の雇用統計の市場予想値なんですが、はい、こちらをご覧ください失業率4.1%非農業部門雇用者数が19万人増 えー、そして注目の平均時給ですね,ねこちらが前月比0.3%増前年比2.5%増ということです商店、えー、の、はい、まあ時給のところはですね、まあ、前月比では若干伸びが加速するという予想なんですけれども前年比では横ばいですし総じ、まあ、てみるとこれまあ力強く伸びるという。 そうですね、一時期2.9%っていう数字もあったんですけど、ね、ここのところ、この2.5%あたりをうろうろといった感じですよね,すね、まあ、となると、なかなかね、えー、そのインフレが加速していって、えー、利上げペースが加速という思惑にはつながりにくいというところですので、はい、これもちょっと予想通りだとなかなかドルを押し上げるには。 力不足かなと思いますんで、はい、これは少なくともこれを上回らないと厳しいとい、ね。そうですね。ねまあいずれにしても今回も平均時給が注目ということですね。そうですね。はい、わかりました。 えー、それではですね、えー、また神田さんでお休みいただきまして、えー、ここでガイタメトコム総研の川端研究員にですね、えー、アメリカ雇用統計発表前のテクニカル分析をお願いしたいと思います川端さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいあ春のお餅がかわいいですね <laughs> はい、はい、今年もよろしくお願いいたしますではあのチャートを参照しながら解説をお願いしたいと思いますはい こちらドル円のチャート、使用書を出しております。えーまあ、前回もお伝えしましたが、えー、ドル円相場ですが、昨年4月以降ということでいきますと、107円、8円どころが底、114円台の中は後半といったところが天井という、レンジ相場が続いておりますで。先月につきましてですけれども、えーそうですね、ちょっと画面の方一目均衡表に変わりますが、えー、そうですね。 こちら先月下をしましたけれども雲のところでなんとか踏みとどまって切り返しているといった形ですので目先的にはやはりこの先月の高値あたりといったところがやはり突破できるのかどうかやはり期待がかかるところではないかと思われます。はい、ということで今回は上値の目処から見ていいいいきたいと思まますす、はい、お願し仮に現在列島付近で迎えたらという過程でいきますとちょっと画面の方また変わりますがこちら。<coughs> しましたこ,ちこちらの方ですが、東、えー、の方ですね、えー、一こちら、えー、まずのターゲットということですと、この、えー、ボリンジャーバンドのプラス2シグマ、これが113円の82銭付近にありますので、まずは第一のターゲットとなるでしょう、はいえー、ちょうどすぐ近くにあの先月の高値、114円743というのもありますので、まずはこのあたりが、えー、第一の目どとなりそうです。はい、で次、えー、こういいた場合とととですと、えー やや近いですけれども、114円の心理的節目、このあたりがやはり見えてきます。うん、で、114円台に乗せるという力強い動きということになりますと、やはり11月につけたこの高値ですね、114円73人に向けて上値を伸ばす可能性が出てまいります。それではではすね 前回、12月末の為替レートを115円50銭と予想されていましたけれども、はい、その振り返りとです、ね、1月末のドル円予想をお願いしたいと思いますまた、冷やしの方に戻っていただきますが先月はあの、週足の MACD が上向きであることなど理由にレンジ上抜けを想定した、えー、ところで115円50銭ということで出しました。はいえー、ただ結果的なととととこころいいうことでいきますと これを統計後に上はやや伸ばしたんですけれども、113円70銭台ということで、ボリンジャーバンドのプラス2シグマ付近で伸びないと、うん、でその後クリスマス挟んで、膠着した中あったんですけれども、年末年始にかけて下げたけれども、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマでこちらも詐欺しぶるということで、結果的にはトータル数と、こ着した1か月やったと。 いうことでちょっと思ったよりも上値が伸びなかったということでちょっと外れてしまったといういや,いや残念な結果となってしまいました。はい。はい、ちょっとタイミング的にずれた、ね、ずれてしまったという感じでしょうかね。はい。クリ、はいまあ、スマスがあったのでどうしてもやはり前半勝負になるのかなと思ってたんですけれども、はい、ちょっと伸びなかったとということですね。はい、ええ。はい。ドマイです。えー、ではですね1月末のドル円予想をお願いしたいと思います。はい、はいえー。そうですね。えー、また。 えーまあ、今回も115円30ということで、えー、基本的には上方向ということにはまあ変わりはないんですけれども、はい、ただ、あのー、一気に上に行けるかどうかというのはやや微妙であるという点がやはり注意が必要かと思います。えー、こちらの周足の方に画面切り替えてみますけれども、えー、こちらご覧いただきますとおり、足元の動きというのは、ロウソク足が動平均線の上にあるんですけれども、えー、このようにボリンジャーバンドの、えー、上下に抑えられるという展開になっていますので、 仮に先ほどお伝えしました11月高値を突破したとしてもこのプラス2シグマですね、うん、現時点ですと115円の30銭付近にありますのでこのあたりはり一旦上値を抑えていくのではないかという見立てでこの値段にしております、うんはい、こ,このところねじわじわと上がっていますしねねね、はいはい、期待したいです、ね、そうですすそうどうも川端さんありがとうございました。 えー、それではですね本日ご参加の皆様にここでアンケートを行ってまいりたいと思います、えー、画面のボタンをクリックしてお答えください、えー、なおフレッシュでご参加の方はすみません結果のみのご紹介となります、えー、それではまず1問目です「今トレードするならドル円を買いますか売りますか?」というご質問ですドルロング買いドルショート売り様子見のいずれかを選択してください 新年最初の、えー、ドル円買いかドルショート売りかといったところですがあドルロング買いの方が半分ぐらい48%ドルショート売りの方は20%様子見が28%ということでドルロング買いの方が多いですね。さ、ね、さっき深谷さんも おっしゃってましたけどやっぱりドルは強いのかなというね景気もいいですし、はい、金融政策もちょっと日銀とはかなり方向性が違うように感じますし、うん、やっぱりドルが高くなりそうな気配はありますよねそうですねはい、えー、では二問目のご質問です、えー、今日の雇用統計は予想よりいいと思いますか悪いと思いますかというご質問です、えー、いいか悪いかまちまちかでお答えください かなり、ね、今回 ADP の結果が良かったですからねいいという方が多いんではないでしょうかあいいという方が37%悪いという方が18%まちまち、まあ、でもまちまちの方も結構いらっしゃる方もまちまちという方も結構多いまちまちって方が結局一番多いんですよねこのところ、ね、そういう傾向は確かに強いですよね,すね失業率なんかはもういいことが多いですし。うん その割にはねあの時給が伸びなかったり、はい、まあどこかが良ければどこかが悪いっていう感じに見えますよね、うんはい、では3問目最後のご質問です1月末のドル円相場は現在よりもどうなると思いますか上昇下落横ばいのいずれかでお答えください1月末のドル円相場ということで 結果が出てまいいりました上昇の方が多であね当初のやつでもね、うん、やっぱりどれんは上昇しそうっていう見方が強いですから当然の結果といえば当然の結果なんでしょうね。というわけでこれを踏まえて今回の雇用統計がどうなるかということで、えー、注目なんですけれども。 えー、ではですね。えー、ここで、えー、再びですね、深谷さんにご登場いただきまして、えー、今度はですね、雇用統計の見通しなどをですね、お話しいただきたいと思います。えー、深谷さんまた再びよろしくお願いいたします。はい、改めてよろしくお願いいたします。ますはいえー、というわけで、えー、あと15分ほどでですね、えー、雇用統計の発表になるんですけれども。 深谷さんの見通しとしては、えー、どのような見通しでしょうか。そうですね。まあ先ほどあの金総がお話ありましたと、やっぱり ADP が強かったですしね。あとそれからあのそもそもあの企業の景況感、12月はかなり良かったので、はいえー、まあ強めの数字にはなるのかなと思います。ですから雇用者数に関してはですね。うんはい、はい。まあただやっぱりねその賃金の方がどうかなんですが。うん まあそう簡単にねこう上昇率がアップするというのが難しいかなと思うので2.5、うん、ま,あま,あまで下がったところなのでこれよりも下がることはねなかなかちょっと考えにくいかなと思うんですが2.5かまあ若干、プラスの余地はあるのかな、まあ、あの予想よりもね強い余地はあるかなとは思います。はい 完全雇用の状態が続いているのに、はい、もかかわらず、この平均時給が伸び悩んでいるというのはい、これはもうあの当局も謎をだ、はい、<laughs> と言ってるところなので、<laughs> はい、まあ難しいですけどもね、普通で考えると、あのこの状態はそう長くは続かないはずですよね、<ー>実際やっぱり賃金を上げていかないと、あの雇用確保できないと。 いう状況でもありますからね。はい、失業率が四点一ってことは、もうね、うん、これ十七、八年ぶりの水準ですよね。そ,ねはい、その状況で、人手不足にもかかわらず。賃金が上昇しな、ねはい、まあ、どこかの国もなんとなく日本もそんな、はい。<laughs> 世界的にそうですね。日本もそうですね。<laughs> そ,うすねそうなんですよ。うん、なんですが、まあ、ここは本当にもう中央銀行でさえ謎だと言っているところと。ぱっ、ねはい、と考えると、やっぱりなんとなくこう低賃金の。 いわゆる賃金がちょっと低めの仕事しか、ねうん、そうですねあの募集がないっていうふうにも考えられそうな気がしますけど、ねううなすね、まあなんか足りないのはそのハイスキルの、うん、まあう労働者足らないというね,そう,ですねそういう話にはなってますけどもね改善の見込みというのはどうなんでしょうかねまあやっぱりこうじわじわ上がってくると思いますけどねさすがにね、はい、あのおもう 雇用者数自体は、まあ、そのもちろん20万人上下でこう、ね、ずっと増えてるわけですから、はいあまあ、労働の供給の方も、ね、そ,うそこに追いつかないというペースでしょうから、うんあまあ、そこはいずれはやっぱりあのこれはもうね東京のあの。うん コメントもありますけども。はい。まあ賃金に跳ねてくるということだと思いますけどもね。はい。あ、この平均賃金のご質問いただいていますね。アメリカの平均賃金上昇の要となるセクターとは何でしょうかっていう。はい、ご質問いただいています。なので平均時給やはり皆さん。あの注目されていますね。そうですよね、はい。これあの、あの。賃金自体はまあ製造業の。の 高いといとうう言われてますけどやっぱりそのあの下の方ですよね下の方というとあれですけどそのサービス業のところであのどんどん上がっていかないとまあ小売の現場であるとかですねそういうところ上がっていかないとなかなか全体がこう上がってこないということになりそうですよね。引き続き平均時給は注目とということですね、はい、11月の時点でこれ平均時給のちょっとグラフなんですけどやっぱりあの時給の金額というのは26ドル55セントという感じなん ね、だからこれまあ,あの時給っていうとなんとなくこうパートの時給を思い浮かべちゃいますけど、まあ、普通の社員の方の賃金も含めてやっぱり日本円にすると3000円ぐらいのイメージですかね。だから、うんまあ 結局低賃金いわゆる10ドル15ドルぐらいで働いている人たちの賃金が少し上がってもなかなかここは上昇してこないということなんですかね。うん、そうするとやっぱりそのさっきお母さんおっしゃったそのハイスキルの人たちの採用がもっと増えていかないとそ、ねうん、そうでしょうう、ね、ううででししょょねねいところやっぱり高賃金のところは伸びていかないとなかなか全体としては平均値は上がってこないでしょうね。 その他に深谷さんが注目されているポイントなどはございますすかそうですね、まあ、やはりあの、まあ、今回、本当にその平均時給すべてなんですがそもそもの傾向ですかね、あのやっぱりこう製造業あるいはその非製造業も含めてなんですが景況感はかなりあの、うん、相当な高水準ですね、ねはい、ISM を見る限りかなりあのレベルは高いところに来ているので。うん まあこれを見る限りそう簡単にはやっぱりこれ雇用の流れというのはこう弱まらないだろうなというふうに思いますよ、ね、はいはい、なのでこれはその一時的に数字が弱いとしてもあんまりそれをこうそダウンサイドのほうに、ね、反応はすべきじゃないのかなとは思ってはありますね今回なんかもそうですよね例えば ADP は強くてその新規失業保険も減ってて。はい 雇用統計だけがちょっと弱かったらやっぱりどっちかというと雇用統計がノイズかなという評価になりがちですよね今の状態そうですねあのお大きな流れをやっぱり見とく必要があるのかなと雇用統計ぶれますのでねまあそういう意味では今回、あのまあ、一応雇用者数にしても19万人ですね予想として、まあ、おそらくただ普通に ADP から見るとな23万人とかですね、うん、まあ24万人とか出てもおかしくはないレベルかな とは思うんですよね。はい、なので、まあ仮にこれあの十ギマにそのまで出ても、まあ本当はもしかしたらトレンドとしてはもうちょっと強いかもしれないというふうに見ていた方がいいかもしれませんね。うん、はい、はい、そうですね。今回かなり ADP が強かったですけれども、そうですね。これもちょっとそうですね。はい、まあただあのおそらくあの ISM のその指数から見るとそれぐらい強くておかしくないのかな<ー>とは思うんですよね。はい。はい、そうするとこの トレードする上でのポイントとしてはもし仮にあの今、ちょっとおそらく投票時間も、ね、あの強いすやや折り込んで多分ね、うん、そうですね上がってきているところはありますよね、そ,ねおそらくね。はい、なので、まあ、これもし仮にその例えば19万人出たらするとちょっと弱いかなという反応になるかもしれないですよね、うん、その時に押し目があるかもしれないのでそこは拾った方がいいというですことかもさにあの。 前回もそうでしたよね、こんな感じで、前回は時給が弱かったんで下げたんですけど、うん、まあその後はやっぱりもう1時間ちょっとで切り替えしていくっていう形でしたんで、まあ、やっぱりなかなかもう今の感じだと、やっぱり上がったら売りたい人もそれなりにはいるんでしょうけど、それよりもやっぱり下がったら買いたい人の方が多いのかなという印象はありますよね。なので、まあ、そらく予想通りないしは、それよりも弱くて、下がったとしても、大きなトレンドを見ると、うんうん、強いので。 まあそれは一時的なものとして、まあやっぱり押し目を拾っていくという形になるんじゃないでしょうかね、戦略としては。うんうん、またじゃあ,あの、の仮にあの雇用統計の結果が悪かったとしても、そこを押し目買いして、はいえー、まあ上昇を待つといったところがそうことです、ねはいはい、いいということですね。はいねこの ものすごくも,もうどうううしよももないいぐらい悪くて、はい、もうね、うん、利上げがもう絶対3月なんて無理っていうぐらい弱いとまた話は違ってくると思うんですけど、うん、まあそこまでじゃなければやっぱり下がったらかいかなという,う,いすそうでうね。はい、まあようと何かこう、大きな統計的なその <laughs> ノイズがない限りはね、その大きくあの減るということはないでしょうから。うん、ちなみに深井さんあの今 今年の利上げは3回か4回になるんではないかということでしたけれども、ねはいええ、次回の利上げは、まあ、3月というふうに言われていますがそうなんですよ、あのはい、実は、まあ、これ3回か4回と見るとすると、はい、その3月見送ると、はい、まあまあ、ね、サブ6、9、12、4回のうち、次6月だとすると、3回になってしまいますよね、うんはい、3月にやっておけば、まあ、3回なのか4回なのか、うん、どっちか可能性はあるので。はい おそらく3月にやるんじゃないのかなとか、ね、はい,はい、ね、1>, 1回目はまあ3月なんではないかと,う、ね、ということですね、えーえー、3月をパスするとその4回にしようと思った場合になかなかこう詰まってしまうという可能性があるのでこの辺りの,その折,り折り込み度具合というのはどうなんでしょうかね まあ八割弱ぐらい。八三月の利上げの織り込みの割合ですね。はいうん、そんな感じですね。はい、年間で言うとやっぱりまだ三回まで織り込めてない。そうですね。二点五回分ぐらいでしょうね。えーうん、そうですね。二回か三回とおっしゃっている方もいらっしゃいますね、うん。そうですね。はい。はい、じゃあまあ一回目は三月なんではないか、ね、ということですね。パ、まあ、ウエルさんがね議長してに、はい、就任して直後の第一回目の、うん。うん ここはやっぱり大きな注目点になるんでしょうね、今年前半の人によってはだから1回目なのでできるのかという人もいっですけど、一応、2月にまた議会証言があるはずなので、そこである程度の方向感というのが出てくれば、3月にやるかどうかというのももう少し見えてくるかもしれませんけどね。ははいい ととということでであと4分ほどですね、えー、一つだけご質問ご紹介しましょうかね、えー、日経平均の上がり方に違和感があるのですが本物ですか <laughs> 本物であるならば理由は何ですかというご質問をいただいているんですがいかかがですか <laughs>、まあ、あの私は株の専門家ではないですけどやっぱりただあの、日本株はやっぱりまだそのグローバルに見ると、まあ、アメリカの株から見ると、まあ、割安な部分もありました。ですよねやっぱり企業収益、はい あるいはその伸びあとはそのお株価収益率ですかね、まあ、この辺りから見てもやっぱりあの上がっておかしくはないのかなで私もそのじゃ今年の日経平均は、まあ、予想は、ね、あの当然聞かれるんですけど、はい、やっぱり2万5千円台とかね、うん、いうのでも全くおかしくはないので<ー>ちょっとこの勢いが、ねはい、<laughs> この短期間でっていうのはどうかとは思いますけども、はい、まあ別に上がってもおかしくはないのかなと。 じゃあ、上値の目処としては、そのあたりをそうですね、はい、まあ今年1年という意味では、やっぱりそれぐらいは見ててもおかしくはないかなと、ね、それでもさすがにね、新年から2日で950円、ね、940円ですか、すごい上がり方ですね、2日で1000円近くというのはちょっとオーバーペースではありますけどもね、<laughs> うんはい、ただまあ、別におかしくはないということがあります、ね、はもしれい、はいはい、かなりね、そういった意味では、本当に犬、笑うといった年になるかもしれないですよね。うん、そうでですねなので、はい 年後半というかね、終わりの方は何とも言えませんけども、しばらくはどうでしょうね、リスクを取るムードというか、これは続くんじゃないで少なくともなんか、平昌のオリンピックあたりまでは、アメリカは北朝鮮攻撃しないっていう様子ですから、その辺もちょっと株高にね、北朝鮮も動きが止まるでしょうから、オリンピックまではおそらく地政学的リスクも、北朝鮮に関してはしばし。 お休みかもしれないそうですね。はい。わ、えー、かりました。ちょっとね中東の問題もありますけれども、うん、はい。そうですね。まあここはただあの中東サイドの方がね、少しこうおとなしくしとこうかという話もあるのでね、うん、まあここからその何か新たな行動に出てくれなければ、うん、まあまあ落ち着いててあのくれると思うんですけど、ね。そうね。はい。はい はい、というわけで発表時間が刻々、えー、と近づいてまいりましたね,したね、はい、皆様と一緒にです、ね、発表後の為替相場を見守っていきたいと思います、えー、なおです、ね、インターネットを使った映像配信を行っておりますので、えー、受講されている皆様へは少し時間が遅れて映像配信されます、えー、発表結果を受けた為替変動につきましては、えー、ぜひ皆様のパソコンのレートそしてチャートでご確認ください えでは、直前ですが、事前予想のおさらいをしておきましょうか。はい、こちらご覧ください。失業率が4.1%、非農業部門雇用者数が19万人増、そして注目の平均時給が前月比0.3%増、そして前年比が2.5%増の予想となっております。はい、今回もこの平均時給、引き続き注目ですね。はい。 果たしてどうなるんでしょうかはいもうそろそろではカウントダウンに入ってまいりましょうかはいでは皆さんいきますよ日の出部門雇用者数は14万8千人増でした。 はい、失業率は4.1%、平均時給は予想通りですね、うん、0.3%増前月比、前年比が2.5%増、うんえー、まあ、ほぼ予想通りですが、雇用者数が若干少なかった、ねでね、ので、えー、ドルは売られてますが、ただ、まあ、雇用者数もその前月分は、情報,ね、情報修正されてますね。ならしてみると、若干弱い,い,ういそうですね そうですね、はい、まあそのほかはおおむね予想通りやっぱり時給がちょっと前,前月分、うん、11月分が下方修正されちゃってますねあそうですね,そうですね、まあ、この辺がちょっと弱いんでしょうかね、うんはい、深谷さんこれをご覧になっていかがでしょうか、うんまあ、そうですねあの下振れはしましたけれども、はい、まあ別に特にそんなに弱い数字ではないかなというところですね ちょっと、ね、まあ前月分が下方修正というところがあるので、はい、まあマーケットサイドの利上げ織り込みと弱いというかねその見通し自体がまあそもそもこれだと強まることはないですからね,ーねただ FRB としてどう見るかですよねあの毎回毎回の数字ではおそらくそんなには判断はしなくて傾向的なところでおそらくあのやや中期的に判断してくるはずなので、はい、まあこれはどう見るかはちょっとこのあとですね、うん あのまあ、あのまた来週も当局者の講演等もいろいろあるのでそこでのこう見方が出てくれば、ね、それをちょっと注目したいですけどね、はい、この時給あるいはその、ね、労働参加率とこう,こういうその質の部分に関してはちょっとまあまあもう1回次の、ね、1月に1月分ももう1回ちょっと参考にしたいなというところはある感じがしますよね。はい 繰り返しなんですが、やっぱりその企業の景況感自体はまあ非常に強いので、ただそ、それによってやっぱり雇用のところのスタンスというのは大きく変わらないと思うんですよね、うんうん、なので、あんまりこう細かい数字に一喜一憂は、あんまりすべきではないのかなという感じは小売りも12月はね堅調だったようですそうですね。そ、はい、そういうい点から言ってもそんなに、うん 一般的にこの雇用統計の数字を見ても利上げをやめようという数字ではなさそう、ね、そうですね。うん、そういうことだと思いますね。うんはい、少なくともその年3回とかまあいうペースでの利上げを止める理由はあるかというとそれはないだろう,いう、ね、はい。はい、まあその辺を反映してかドル円もまあ113円を一瞬割り込みましたけどやっぱりそこでは買い戻しが入るって感じなんでしょうね。うん、そうですね。ちょっと戻ってきましたね。まあ、だから模様統計、うん、結局これでも30銭 全部しか落ちていないという,感じ、ね、ういうことですね、まあ今日の東京の日中、だいぶ、ね、上げましたけど、ね、113円乗せてきて、そこまでもう割り込まないぐらいで,そうです、ね、朝の水準までには下がりきれてないという話そうですよ、ねはい、え一方、ユーロドルの方を見てみましょうか、はい、あこちらが、ああ、でもこっちのまた、うん、でも水準、この昨日のまた高値の付近でちょうど止まってるんですね。 そうすると、この勢いというのは、まあ、しばらく続きそうですかね、そうですね、まあ、ユーロはだから、なかなかタイドルで下がる、はい、きっかけほどの、まあ、その、強い数字ではなかったということでしょうかね、うん、やっぱり今回は。このこう,いう時提前のトレンドがやっぱりユーロ高でしたから、うん、その意味では、トレンドを変える材料にはなってないっていう感じがしますよね。 で、皆様いかがでしたでしょうかね、えー。ではですね、引き続き深谷さんにいろいろとご質問をしていきたいと思います。えー、たくさんねご質問いただいているんですけれども。 北朝鮮のリスクばかり注目されていますが中東のリスクについて教えてくださいというご質問をいただいていますすねね、うんうんまあ、そうです、ね、あのイスラエルの問題に端をはしてテロが、ねまあ、まだこう頻発するんじゃないかということはありますよね、うん、あとはそのより進んであの戦闘が激化した場合に例えばその原油価格 跳ねるというようよなことも出てくる可能性はありますよね。はい、で、まあ、まあ仮にそれこそ,うそ,うそう原油価格が大きく上昇するようなことになると、まあ、これはちょっと一つその経済グローバルな経済の全体の足かせになる可能性も若干出てくるということでリスク回避に若干こうやっぱりこう持っていくような要因ではありますよね。はい、なので、まあ、これはもうちょっとまだ今のところ落ち着いてますけどもね。あのー ちょっと注意して見ていかなきゃいけない要因ではありますけどね、はい、トランプさんの新年最初のツイッターの投稿記事がパキスタンを批判している記事だったのがちょっと気になったんですけれどもそそのいかがででしょうかまあそうですねなのでその、まあ、アメリカ対やっぱりイスラム圏との対立がここから激化して、まあ、それが何らかのこう どううでしょうねマテロだったりその実際、景気にインパクトを与えるようなレベルまでいくかかどううでですすねねそ今年はあのいよいよですねあの税制改革なども本腰を入れて行われていきますので、うんはい、そのあたりの実体経済への影響などもそうですね、はい、あの結局、最終的にまあそのいろんなテ、ま、ロ、あ、だったりあるんですけども、はい、最終的にはやっぱり経済にどういうインパクトがあるのかあるいは。その、うん まあ、リーマンショックのように、まあはい、国際金融システムにどれだけ影響があるのかというところだと思うんですよね。はい、そうじゃなければ、まあ、ある程度表面的なこうリスクで済むので、うんまあ,あんまりこう不可伝にはならないということだと思うんですけどもね。なるほどははい、はい分かりました、えー、では続いてのご質問あ これは神田さんの内緒話にちょっとつながってくるようなご質問ですね、えー、最近のビットコインの上昇は過去と比べて特殊性はありますか <laughs> という、はい、ご質問で、あのでは、この辺りで神田さんにお願いしますか。でょうかでもまあ特殊性 ととえばもう,、まあ、もう終わりですよね <laughs> <laughs> ちょっとその、はい、本当に1日で何十パーセントとか、はい、1>, え1年で30倍とか、ね、ちょっとさすがにあまり他の金融商品では見たことがない、はい、え動きかと思いますよね。はい、で、まあ、我々、ね、よく言われるんですけれども、えー、2017年の FX 取引っていうのはやっぱりちょっと2016年に比べると減ってしまったことはほぼ確実な。 状況です、はい、でまあその要因としていろいろあると思うんですけどもちろんね為替相場があんまりこう変動が大きくなかったっていうことも一つ挙げられるんでしょうけれども、えー、やはり一つその FX をやっている個人投資家の方々がビットコインはじ、えー、めとする仮想通貨の方へこう資金移動させてしまったからじゃないかとこういう見方が非常に強いと思うんですが、まあ、そこで我々は。 えーまあ、これ外為ドットコムのお客様へのアンケート調査なんですけども、はい、あの仮想通貨取引してますか取引してみたいですかそれとも今後も取引し,しませんという意向でしょうか全く分かりませんかっていうのをこう4択でおこアンケートしてお答えいただいたんですが5月のこのグレーの,棒の横棒の部分ですね、うん、この時はすでに取引している人が3.1%しかいなかったんですが。うん これが12月先月にもう一回同じ質問をしたら8.6%に伸びてたんですねもう倍以上にそうですね、はい、だから5ポイント5%ポイント以上上昇していると増加しているということが言えると思うんですね、うん、まあ 5%, 5ポイントがね何人ぐらいに相当するのかっていうのがなかなか難しいところなんですけど、はい、一つ参考になるとすればあの金融先物取引業協会が出しているデータで このちょうどこの間の期間になるんですけど7月から9月の3か月間で、はいえー、FX の取引が実際に取引が行われた口座の数っていうのが76万余りなんですね。うん、でまあまあここにこの5.5%ぐらい増加した分をざっくり計算すると、まあ、3万人から4万人ぐらいが えー、この2017年の後半だけで,です、ね、FX からこう仮想通貨の方へ取引が移った可能性があるということを示唆していると思うんですね。まあ、この8.6%という数字をあの多いと見るか少ないと見るかは、ねまあ、見解は分かれるところだと思うんですけど、まあ、まあ少なくともその70数万口座が稼働している市場の。 参加者のですね21%がまだやっぱり今後取引してみたいって言ってるってことは今後伸びる余地は大いにあるんじゃないかなということも言えると思いますね、うん、一方でやっぱり取引しないっていう方が、ね、これさっきちょっと裏でお話しした時に <laughs> そうですね福田、はい、さんもそうですし、はい、まあ私もどっちかっていうとそういう立場なんですけどでまあ この分からないというのは、ね、その裏付けが分からないとか仕組みが分からないとかっていう面も含めればやっぱりこの層の方々は多分もうおそらくこっちへ、ね、上へ移ることはないと思うんですよね、うんはい、だけどもやっぱりまだまだ、えー、動き出したばっかりのう FX がこう始まった当初の時のようなまだまだこれからの可能性を感じる市場だなということは感じますね。うん、という話でした。はい やっぱりまだね適正水準というのは全くないですよね,、うん、すね通貨の場合とある程度、まあ、購買力平下とか全くそこにいるわけではないですけどもね、はいまあ、長期的なレベルというのはあるんですけど、まあ、仮想通貨の場合は全くそれがないですよね、うん、であとは、まあ、この間買われているというのもあの例えば、ユーロがあのドルに対して金利が全然ないのになんでこれだけ買われるのかとある意味、同じようなことではないかと思うんですよね。うんまあ、値上がりするから 買ううという、まあ、そういう意味ではこう今ドルがまり上がってないで、まあ、ユーロが買われてるとか、まあ、そういうこととまあ共通しているような部分もあるんじゃないかと思うんですけどね。 ビットコインはバブルなんじゃないかというふうにも言われていますけれども深谷さんはどのようにご覧になってまあ値動き的にはバブルでしょう値動げけ見ればそうですけどでもこれぐらいしか参加してないってことはまだバブルじゃないと思いますねだその例えばはじけた時のインパクト例えばですよ普通バブルでいうと経済がおかしくなるとか金融がおかしくなるとかっていうことなんですけど仮想通貨の場合おそらくそれはないんじゃないかとはいすよね。 まあ資金の流入先を皆さんがこう探しているような状況だということですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。えー、では、えー、続いてのご質問です、えー。最近はもう雇用統計動きませんね。えー、今日もカナダの方がね動きありますね。<laughs> そうですね。カナダは強かったですね。カナダはどう思いますかというふうにごらあのご質問いただいていますが。 カナダの場合はやっぱり資源国としての位置づけもありますので原油あるいは資源価格全般がしっかりであれば、うん、あのカナダは強いと思いますね、うん、あなので環境としてはまだあの当面しっかりだと思いますね。はいうん じゃあ,まあ資源国通貨も引き続き続注目だという、はい、そうこですねそ、はいねまあ、れ先ほどお話した通りそり中国経済中心でまあ世界経済全体がしっかりで、はい、なおかつ資源価格全体が堅調であるという中ではやっぱりその分、資源国通貨は、うん、あのプラスアルファ優位な部分がありますからね金融政策の方向感ともどもやっぱりまあ強い,い状況は続くんじゃないでしょうかね。はいうん ありました。えー、またあのドル円のお話に戻りますけれども、えー、今年はあの中間選挙が11月にありますけれども、えー、これはどのようにご覧になっていますでしょうか。難しいですね。<laughs> はい、あの確かにあのこの間与党があまあ負けるということが続いていたりはするので、まあ共和党まあまあトランプさん評判もねなかなかちょっと。 かしくないなと大丈夫かという、はいうん、ことにはなるんですけどねこれは蓋を開けてみないとわからないですけどもね,ねただやっぱり選挙の前にそういう意味での不安感というかね不透明感がそも,そもそも高まるという可能性はありますよね、うん、仮に共和党が例えば敗北したりするとドル安の方に進みますでしょうかね、うん、やっぱりそうでしょうねああの、はい、あのせい政策が通りにくくなるという意味でまあ今回はねもうあの 減税法案もうぎりぎり通しましたけど今度はそういうわけにいかなくなるという可能性が高まればやっぱりちょっと大丈夫なのかなということにはなりますねただ政策はなくてもアメリカの景気自体がしっかりしていればそんなに大きな不安にはならないかもしれませんけどトランプさんにとっての試練ということになるんじゃないかと。 まあ、ドルの信任みたいな話イメージとしてはあんまり、ねあはい、確かには良くないんですけれどもこの中間選挙とそしてロシアゲート疑惑なども、うん、トランプさんにとってはかなり痛手でですすよねね、うん、そうちょっと、ね、妄想というか頭の体操的なところはあるんですけどもしそのトランプさん弾劾なり辞任なりされて。うんうん っていうことになった場合に、ドルってどう動くでしょうかね。これ、あの見方が分かれてますね。あの、むしろ、あの、不透明要因が、なので、いいんじゃないかという。逆に、そういった考えが。そうなんですよね。ペンス副大統領が、一応、その大統領代行みたいな形になるんですよね。はい、そうですね。彼、ペンスさんっていうのは、どちらかというと、やっぱり経済通で。そうですね。まあ、今までよりは、その安定感が。そうですよね。 えー、むしろ今のような,こうなどう転ぶかわからないような、はい、そのある日突然こうなんか言ってみたりということはないという意味での安心感はむしろ逆に増すかも弾劾なり辞任なりへ至るプロセスの間ではドル安になる可能性があるけれども、ね、決まると、はい、もしかしたらドルが急激に反発するかもしれない大統領選の時みたいな反対のパターンにななるかもしれないそうですね<ー>そういうことはあり得るかもしれないね。 それはそれでまたこう楽しみな相場といってはあれですけれども、うん、あのそういった相場が期待できるかもしれないということです <laughs>、まあ、期待しちゃいけないのかとは思いますけどね<笑><笑>、はいまあ、じゃあその辺りの懸念が、まあ、多少今年はあるということですよね。 はいというわけで、えー、では最後にですね、えー、まああの先ほどもお話しいただいたんですけれども、えー、今年のまあ相場を戦っていく上での、えー、励ましと言いますか、アドバイスがありましたら、うん、あのお願いいたします。そうですね、あの、えー、私の方からやはりあのまあ基本的な環境は悪くないだろうと今年一年通じてですね。はいね なので、まあ、あの特にその円高大きな円高というのはそんなに怖がる必要ないのかなというふうに思いますのいろんなあのイベント、まあ、注意はしなきゃいけないんですけども、まあ見極めるポイントとしてはそれが本当に景気全体を、うん、あの揺るがすようなことなのかどうかというところですが、ね、そうでなければ、まあ、あの基本はあのおしめ買いという形でいっていいのかなというふうふには思いますけどね。ね、うん、はい 今回の雇用統計でもかなりドル円が戻ってきましたもんね。半分ぐらい、そうですね、まあまあ落ち着いてはいるという感じですね。ちょっと落ち着きすぎかなとしますけど動きませんという、先ほど質問ありましたけど、確かに今回も動かなかったという感じで基本的なスタンスとしては、その押し目買いというスタンスということですね当面はそうですね、何か大きな変化がないかぎりはそれでいいと思いますが。 分かりましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、さて本日の放送いかがでしたでしょうか、えー、最後にですね今後のセミナーキャンペーンのお知らせがございます、えー、まずはセミナーです、えー、来週1月9日に島力夫さんと江森哲さんの特別対談が行われます、えー、常にマーケットと戦っているお二人が2018年の世界経済、えー、そして為替相場はどのように見ているのか、えー、新春にふさわしいビッグセミナーにどうぞご期待ください え会場参加の方には、えー、アンケートにお答えいただくと「外為手帳2018」をプレゼントさせていただきます、えー、そして続いてはこちらです、FX、の基本をぎゅっと凝縮した人気セミナーが2月に大阪で開催されます対象期間中にガイタメ「外為 .com」へ講座開設し当日アンケートへの回答をするとも、えー、れなくクオ・カード1000円分をプレゼントいたします、えー、詳しくは外為 .com のホームページをご覧ください 次にキャンペーンのお知らせです大好評のスプレッド縮小キャンペーンを実施中ですポンド円、トルコリラ円など10通貨ペアにつきましてスプレッドを縮小中です対象通貨ペアなどはガイタメトコムのホームページでご確認くださいそして最後にお待ちかね、プレゼントのご案内ですガイタメ手帳2018を抽選で10名様にプレゼントさせていただきます メールの件名に1月5日セミナー、ーキーワードに次回は2月2日とご記入いただき、お名前、郵便番号、ご住所、キーワード、ご感想などをご記入の上、gtv.guytame.com までお送りください。締め切りは本日24時までとなっております。なお、当選は発送をもって変えさせていただきます。ちなみにこちらの手帳、数量限定になります。 えー、こちら大人気となっております、えー、この貴重な機会にぜひご応募くださいはい。というわけで深谷さん今日はいろいろの詳しいお話をいただきまして、はい、本当にどうもありがとうございました,ま,した、はい、またぜひ、ま、たよろしくお願いします、はい、またお越しください、えー、それではまたお会いしましょう良い週末を